皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ナンバーアンダーバーア I のナンバーオーリングが25日発表のオリコン上半期ランキング2024作品別売上数部門のデジタルアルバムランキングで1位に全部門を通じ自身初の上半期ランキング1位を獲得となった。また同じくボートが2位にランクインし 上半期デジタルアルバムランキング史上初となる1位、2位独占となった。上半期ランキング、No.1&Bar.i がデジタルアルバム1、2フィニッシュ。歌ただ、Ado、YOASOBI もトップ10入り。No.O.Ling、BOAT の2作が1位、2位を独占。デジタルアルバムランキングで No.O.Ling は期間内 DL 数3.3万 DL。 3万 2541DL を記録。全部門を通じ、自身初の上半期ランキング1位となった。オリコン上半期デジタルアルバムランキングにおいて、男性グループによる1位獲得は4年ぶり、史上3組目。また、3月に配信した、ゴートも期間内 DL 数3.1万 DL、3万 1371DL で2位にランクイン。 1>, 1位、2位独占は上半期デジタルアルバムランキング史上初となる。今回の記録についてメンバーは、僕たちの音楽をたくさんの方に聴いていただき、本当に嬉しいですし、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも僕たちが自信を持って良いと思える作品を皆さんに届けていきたいと思います。楽しみにしていてください。とコメントしている。n o o l i n は、 平野翔、神宮寺勇太、岸優太が2023年10月に結成したユニット n o ー i によるアルバム。2024年5月27日の配信開始後、6、10月オリコン週間デジタルアルバムランキングで今年度最高初週 DL 数となる3.2万 DL で初登場1位を獲得。10分の6分 6月17日付の2週分の DL 数で上半期デジタルアルバム1位獲得となった。2位にランクインした、ゴ o t は、2024年3月6日に配信を開始し、3月18日付で初登場1位を獲得。翌週3、25付でも1位を獲得し、2週連続1位を獲得。 その後、2024年3月18日付から2024年4月22日付まで6週連続でトップ10入りを記録した。その他、デジタルアルバムランキングでは、宇多田光、サイエンスフィクションが期間内 DL 数3.1万 DL、3万 984DL で3位にランクイン。同ランキングにおいて女性アーティストでは1位となった。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。